東京から来たんで電車で来ましたけど、佐野の方がなんか若い頃とか海見に行くぞって言うと、この国道を車で走らせるというのが定番だと思います。なんかちょっとこうちょっと胸がキュンとするよう なんかそんな思い出とかを、歌詞に入れ込んで国道50号線という曲を作ってみましたので、まず最初にI'm not afraid to die.
次は国道が来たんで、電車の歌を歌います。電車といえば、その方々、両毛線もありますけど、東武3000、医療ヘルスで、白い車体に青いラインが見えたり、なんか田園地帯を走ってるとても素敵な電車だなと思って、毎回そのお邪魔する時は、そんな東武3000に、何て言うんでしょう、なんか学生の頃のちょっと淡い恋の話みたいなところを、これ自分親父なんて口でこうやって言うのってすごい恥ずかしいかもしれないんですけど、そういうのをちょっとこう歌詞に入れて、東武佐野線という曲を作ってみましたので、そちらを続けてください。見つめてた霞んだ窓から
ちらの森高千里さんを、コピーというか、カバーして、
で、あのストレートでノーフライ。この歌は大和田君本人です。今彼が作詞で、東京に佐野を離れて東京に行って18歳くらい、それで、まあ、大人になって年齢を重ねて東京佐野を思うという、そういう歌でよかった。そういう歌です。芋フライ。
ちなみにあの、今日配っていただいたあの紹介のペーパーとかにちらっとありますけど、私たちあの、まあ、佐野出身の人間中心ですけど、あの、まあ、佐野離れて今東京に行ってる人とか、まあ、実家家で、まあ、佐野に住んでる人もいますけど、あの主に東京でスタジオ借りて練習とかしてますが、あの人前でこうやってあの耳を貸していただいてというライブは実は佐野でやっていて、あの逆に言うとあの東京でもやりたいなって思うし、まあ、佐野でももっとあの よろしければ皆さんの前でいろんなこんな場をいただきたいと思ってるんですけど、東京であのライブハウスでいくつかのバンドと一緒に入った時に、この芋フライっていうのはどういうお客さんからの反応があるのかっていうのを、あの1回東京で芋フライと国道50号線でバシッと、やってですね、あのぜひ芋フライと東京にもどんどん広めていきたいというふうに思っておりますので、あの頑張ってまいります。それではあの次はやっぱり佐野ラーメンとかで、あの青竹で青竹踏んでこう、あの手ごねっていうんですか、手打ちっていうんですか、青竹で手打ちっていうのが一つ、それのちょっと平打ち麺の、鶏ガラスープの醤油味の、あっさりしてるようでコクがあって麺の食感が最高っていうことだと思いますけれども、それをその青竹っていうところにちょっとあのスポットを出させていただいて、青竹ロックンロールっていう名前のちょっとロックンロールっぽいをしてみました。これ佐野の皆さんには分かっていただけると思います。青竹ロックンロール佐野ラーメンだな。別のところで青竹ロックンロールって言ったら、あの健康のためには青竹踏みが大事ですよねって言われて、全然ラーメンの歌だと分かってくれなかったという、あの悲しい記憶もありますけれども、今日は大丈夫だなと思っておりますので、ぜひ食べきたいと思います。ちょっと早めの曲だと負けちゃう。みんな見えるとこにいる。それじゃあ青竹ロックンロール。
Thank you.